有木先生のアソッパレシピ、ハンカチネズミをアレンジして猫を作ってみました。ハンカチを広げて三角形に折り、両端を真ん中に持ってくるところまでは一緒です。ここから角を上に折り上げます。折り上げたこの角のところの位置を合わせてください。そして下からくるくると巻いていきます。三角形を少し残して裏返したら小さく三つ折りにします。向こうの三角形を手前に入れ込むようにしてくるくると巻き込んでいきます。先ほどの三角形の部分が耳のように出てきたら、ここまででやめます。こちらから見ると猫の顔に見えます。指を3本ここに突っ込んで、猫の指人形の出来上がり。お話をしながら遊んでみてください。